こちらの賑やかな通りがデタムストリートといいまして、安宿や飲み屋街がまあたくさん集まってますので、バックパッカーに非常に人気の通りです。だいたいホテルはドミトリーで500円ぐらい、シングルで1000円といったところでしょうか。意外とこういう細い道に入ってきましても、なんか裏路地にたくさん安宿を見ることができます。まあ、最初僕はこのネオンが光っているバックパッキングクラブホテルっていうところに泊まろうとしたんですが、あまりに人気すぎて予約なしでは泊まれないと言われるほど、本当にたくさんの、特に欧米人ですね、欧米人が集まっているようです。大通りに出ますと、もう外国人でいっぱいです。で、結構ビールが安くて、瓶1本だいたい50円とか60円で、飲むことができます。ちなみに僕ここ初日に来たんですけど、60歳のベトナム人に告白されました。一緒にビール飲んで夜うち来ないって言われましたけど、さすがにね、60歳はちょっと守備範囲外やったんで丁重にお断りしたんですが、日本人結構モテるんじゃないんでしょうか。あれあれ、さっきの子誰やったかな。あれ、今の中国人の子どっかで会ったんですよ。どこで会ったか忘れてしまいましたけども、あれ、ゲストハウスかな。向こうもちょっと覚えてたみたいで、あらららららら、と。でもまだちょっと時間が早いんで、お客さんもちらほらしかこの辺はいませんが、だいたい9時から10時になるともう溢れるほどの外国人が出てきまして、夜中の1時2時まで音楽鳴らしてどんちゃん騒ぎをしております。本当にバンコクでいうカオサン通りなみたいなとこですね。あー、で、あとそうや、今日雨が降ったんで、それでお客さんが少ないのかもしれません。この裏路地なんかもいいお店が並んでそうです。まあでも仕方ないじゃないですかと、ね、こうやって優しく忠告してくれるのはありがたいんですが、まあ、なんやかんやで動画を撮らないとダメですからね、はい、なるべくバイクには気をつけて歩こうと思います。でも本当にひったくりが多いようなので、ぜひ皆さんもお気をつけくださいませ。お、焼き鳥。How much is it? 1。How much?ワンテサ。ワンテサって何でしょう。20,000。いいや。高っ。なんでそんな高いんでしょうか。怒られてるかどうかも分かんないっていうのはなかなか辛いです。あら。ちょっと。これいただきましょうかね。Good? Good? How much? How much? 80. え? Let go. Let go. うん? Let go. Let go. Welcome. Let go. Let's go. Let's go to. Let's go. To. There. Where? Good. Do you let go?Let's go! Why? Let's go! Yeah! あ、3万の一皿。どれがいいかな。これにしてみましょう。これ。どっち? Yes. Okay. Half and half? No? No.
え？もう買うじゃん、バージョンで。3000。はい。あ、じゃあこれ一個、これ、あ、ソーリー、これ、ワン。やばい。オッケー。Yes。